どうもこんにちは、キングヒデです。今回はですね、ちょっと話したいテーマとしてはですね、フィンランドのですね、有名なメロディックデスメタルバンドのですね、チルドレン・オブ・ボトムが事実上の解散ということをですね、ちょっとシェアしていきたいかなと思います。ご存知、メタルファンの方からしたらですね、去年の年末ですね、12月15日のですね、最後のラストライブを兼ねてですね、事実上の今の5人のメンバーのですね、ラインナップでやるライブが最後でして、で、チルドレン・オブ・ボトムですね、メロディックデスメタルバンドとして、フィンランドで結成された5人バンドなんですけども、初期メンバーのですね、ドラマーと、あとキーボード、あと、ベースの3人がですね、脱退してですね、かつこのバンドの商標、バンド名のチルドレン・オブ・ボトムっていうバンドの商標もですね、この3人が、持っていってしまってですね、残された、メインボーカルのアレキシ・ライフとですね、あとセカンドギタリスト、サポートとか、何回も、メンバーチェンジしてるんですけども、このギターの2人に関しては残ってですね、バンドは続けるらしいんですけども、ただ、チルドレン・オブ・ボトムっていう名義は使えないので、事実上の、解散っていう感じですよね。で、これですね、チルドレン・オブ・ボトム自体、あと、アレキシ・ライフに関しましては、僕、この GHC ネットのやつでですね、ギタリストの紹介だったりですね、バンドの紹介、あと、機材特集とかっていうので、以前に何回か紹介させてもらっていた、ギター、スーパーギタリストなんですけども、ただこの、チルドレン・オブ・ボトムですね、約25年、1998年とか99年ぐらいにメジャーデビューしてですね、本当、なんですかね、その若い、本当19歳とか、18、19ぐらいでメジャーデビューしてですね、特にメインの、ギター&、ギターボーカルのですね、アレキス・ライフっていうのがですね、すごいその、北欧の人出身の人なので、美白で長髪のロン毛で、それなりにすごいイケメンだったので、当時はすごい出てきた時はかっこいいなって思って、あんまりその当時、めちゃくちゃメタルが好きだったりとか、デスメタルが好きってタイプではなかったんですけども、見た目と、ギター弾いてる姿、あとテクニカルな感じの光ってるものがすごいあってですね、当時ヤングギターとかを、たまに買っていた時があったので、注目していた人だったんですね。で、ただですね、20年以上、あの手のですね、メロディックデスメタルをですね、ずっと続けていくっていうのはですね、なかなかやっぱ、そこまで、音楽のジャンル的に、めちゃくちゃヒットして、印税生活でガッポガッポ稼げるっていう感じのタイプではないので、とにかく、ツアー、ライブ、アルバムを発売したら、ツアーをたくさんしないと、やっぱり、息の長い音楽生活はできないという感じのライブバンドだったなんですね、やっぱり正直なところ。なので、3人、脱退した3人がですね、どういった、心境で今辞めていったのかっていうのはですね、正直なところ、そこまで大々的な声明文は出していないんですけども、ただメンバー間の仲が悪くなったとか、音楽の面の、行き違いとかそういったことではないらしくてですね、一部囁かれていたのがですね、事実上、バンドを脱退してですね、音楽活動自体を引退するのではないのかっていうのがですね、囁かれていたんですけども、それに関してましては完全に否定してですね、今後も、脱退する、キーボードとドラムと、あとベースの3人は音楽活動を別の形でやるとは言ってるんですね。で、やっぱりそのチルドレン・オブ・ボトムのですね、そのバンドのライブのパフォーマンスのかっこいいところっていうのが、一番人気なのはもちろんギターボーカルの、フロントマンの、アレキシ・ライフォー。で、次に人気があるというかですね、そのテクニカルな部分とか音楽面で、すごい光を浴びていたのが、キーボードのヤンネだと思うんですね。で、このアレキシ・ライフォーと、あとヤンネのそのユニゾンフレーズとかがですね、すごいかっこよくて、そのセンセーショナルな感じで、その旋風を巻き起こしたんですけども、この二人のその掛け合いの、テクニカルなフレーズの応酬が見れなくなるっていうのはすごい残念だと思いますし、それが一つのですね、メロディックデスメタルのですね、その一つの、光というかですね、多くの方にですね、影響を与えたところだと思いますので、それが今後は見られなくなるっていうのはすごい残念ですし、そのファンの方もですね、今後の動向がどうなるのかっていうのはその心配してるんですね。で、ただその、特にボーカルギターのですね、メインの、アレキス・ライフが、声明文で挙げてるのはですね、
まあ、主に、まあ、あのチルドレン・オブ・ボトムの、まあ、メインの、まあ、作曲作詞ほとんど彼がやっているので、まあ、自分の音楽活動をする上ではあまり支障はないとは言っているんですけども、なのでおそらくその今の残ったあのギターの人2人とですね、また新たにあの、まあ、ドラムだったり、まあ、ベース、まあ、おそらくキーボードも探してメンバーを探すとは思うんですけども、あの、まあ、音楽性自体はそこまでは変わらないかなと思うんですね。まあ、なんでかって言いますと、まあ、そのアレクシ・ライホのボーカルのスタイルってそのすごい歌がうまいとかっていうタイプではないんですよね。いわゆるその、まあ、ヘビメタルとかデスボイス、そのすごい低音を聞かせてですね、ちょっとシャウト気味でやるので、まあ、あのタイプのシャウト気味でやるとですね、どうしてもそのやる音楽ジャンルは限られてしまうかと思いますので、まあ、おそらくチルドレン・オブ・ボトムのやっていた路線でずっとあの新たにバンドメンバーを探してあの、まあ、続けていくとは思うんですけども、ちょっとアレクシ・ライホここ数年のそのなんて言うんですかね、そのまあ、昔はすごいイケメンで、あの、かっこよかったっていうのはあるんですけども、今、その、ちょっと何ですかね、その、病的な感じにすごい痩せてるんですよね。痩せちゃって、頬とか完全にこけてる感じで、その、やっぱりその、まあ、ここ数年の彼のその、まあ、肉体面、まあ、フィジカル面を見ていると、やっぱいろいろなストレスだったり、まあ、バンドを続ける中でのですね、まあ、辛労とかですね、いろいろな、まあ、負担はあったのかなっていうのは正直今思うと、まあ、垣間見れるところはありましたね。なので、まあ、本当、まあ、もうか、彼もデビューしてもう25年とか経ってるので、年齢で言うと今40歳とか過ぎてると思うんですね。で、やっぱりその、まあ、あの手のですね、その、まあ、ヘビーメタルだったりデスメタルバンドっていうのはずっと、あの、エキセントリックなですね、エクストリームなジャンルをひたすらやり続けるっていうのは体だったりめちゃくちゃ負担だと思うんですよね。まあ、常にその、まあ、彼らのバンドのライブっていうのはヘッドバーキングバンバンやってですね、その客もガンガン煽る感じですし、MC とかもガンガンその激しい感じなので、あの音楽スタイルをずっとやり続けるっていうのは、その、まあ、ボーカルももちろん疲れると思うんですけども、やっぱ特に思うのはドラマーですよね。ドラマーはすごい大変だなと思うんですよね。なので、そのあたりで、その、長く続けていく上ではですね、やっぱり、どこかしら、まあ、あの、なんて言うんですかね、その、まあ、不協和音はあったのかなっていうのは思いますね。なので、まあ、ちょっと今回はですね、ちょっと残念な、まあ、チルドレン・オブ・ボトムのですね、あの、まあ、事実上の解散ということでですね、簡単に話をさせていただきました。と、まあ、僕自身のこの GHC ネットではですね、まあ、あの、ギターのこととかですね、あと音楽、まあ、特に洋楽ですね、洋楽のことに関して、ロックだったりヘビーロックとかですね、まあ、メタルとかですね、あともちろんあのオルタナティブロックとか、まあ、いろんなジャンルに兼ねてですね、まあ、あの音楽情報とかを発信していますので、まあ、そういったものが好きな方はですね、ぜひともチャンネル登録とですね、あとできれば高評価と、あとですね、あのベルマークの通知をオンにしていただけると、まあ、僕あの動画を更新した際にですね、あのちゃんとお知らせがいきますので、まあ、そちらもですね、通知をオンにしていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきましてありがとうございました。